い、それでは標準的な襟合わせをいたします。はい、胸の外側に、はい、このように、はい、この襟の、はい、この襟の折ったところが、はい、胸の外側に行くように合わせますので、はい、中で押さえて肩の位置から、はい、ここで外側にきれいにこう布目を通して、すぐこう持っていくのではなくて、肩の位置から、はい、このようにまっすぐ下ろします。まっすぐ下ろした状態を作ってから、こう体にこう沿わせるようにして角度を決めていきます。はい、そうしましたら、ここで、はい、真横に布地を動かしまして、はい、ここで上紐をいたします。はい、ここで紐を掴みましたら、はい、中心を、はい、15センチぐらい移動させて、はい、ここでタックを取りまして、はい、その上に、はい、上紐を当てまして、いっぱいに紐を持ちましたら、すぐに上に上げるのではなくて、斜めにずっと、はい、持っていきまして、お客様の右の肩甲骨の位置まで行きましたら、そこで交差しまして、技術者の右の腕が下がらないように持っていきますと、はい、上紐が下がることはないと思います。はい、この状態を作りましたら、はい、襟元の確認をします。はい、もしこの下の襟が緩みましたら、上紐のすぐ下でこう引き、はい、しっかり引きますと、はい、襟がきちっと決まると思います。襟が詰まりましたら、ここに指を入れて、はい、外に撫でるようにしますと、はい、このように同じ幅になります。はい、肩の一番高いところから、はい、生地をしっかり引きまして、引いてできた線を、はい、内側に折り込みますと、はい、胸元がすぐに綺麗になります。はい、このタックの取り方も、はい、ここで肩の一番高いところから一度引きます。引いたところで、はい、できたこの緩みを体の中心の方に紐のすぐ下で入れ込みますと、はい、きれいに整います。はい、はい、それではふくよかな方の襟元の合わせ方をいたします。袖山のこの延長線上で襟幅が真半分に止まっていますので、そこのというと鋭い襟のままで、はい、着物の襟も持っていきます。で、肩山と同じ状態の幅をずっとこの共襟のところまで同じ幅にして、半襟の出し加減は、はい、2センチから2センチ5ミリの状態を作ります。はい、そうしましたら、ここでも同じように、はい、肩山で真半分に折っていますので、はい、その状態を合わせますので、はい、ここで一度重ね襟を捕まえましたら、肩の位置からまっすぐにこのように、はい、引いて布目を通して一旦下に置きます。それから体にこう沿わせていくようにしますと、はい、ここが きれいに、はい、シワを伸ばしながら体につくことになります。はい、この下前の襟は、
はい、この上のこの襟の位置で止まってますので、はい、ここで、はい、この紐しっかり胸元に合わせまして、はい、脇でタックを一つ取りまして、はい、このまま紐が後ろに行きますが、はい、その時これも急に上げますと襟が緩みますので、まっすぐに持っていった手が斜めに、はい、左側のお客様の右の肩甲骨の位置まで移動して、そこで交差をします。その時右の肘が、はい、下がらないように真横に引いて、はい、まっすぐに前に持ってきて、はい、ここで結びます。はい、はい、そうしますと、はい、もし緩んだ場合でも、はい、ここで襟付けの位置をこのように引きながらというと、これ鋭い襟元になって胸元がすっきりと見えると思います。そこで、はい、肩の位置から、はい、布地を引いて、この間にできたこのたるみをこの中央に寄せるようにして、はい、これもこの肩からここの襟のぶつかったところにまっすぐに布地を引いて、はい、たるみを、はい、中央に寄せる形にしますと、はい、胸元がきれいに、はい、揃ってくると思います。はい、こんな感じになります。